よし、入りましょう。山本慎二です。いつも慎二ゴルフご一緒です。ありがとうございます。今日もですね、用品紹介で、ドライバーですね。今日は、シムマックスを紹介させていただきたいと思いますけどもね。シムマックス、説明すると、まあ、M6 の進化系と呼ばれてますね。今回はですね、この、ちょっとね、前回は、M6 が赤が貴重だったんですけど、今回はね、ここも、青が貴重になって、まあ、全体的には青なイメージですね。そういう感じで、今回シムは、シリーズ出てます。 M6 の今回ね、進化系、前回 M6 紹介させていただいたので今回はその進化系バージョンシムマックスを説明させていただきたいと思います。前回今回の特徴とすればですね、この一番はですね、この空気抵抗、このこれですね、この斜めのこの感じですね、2側にこう逃げてる感じなんですけども、このアシンメトリーデザインということによって、これが空気抵抗を促進させて、よりヘッドスピードを加速させるっていう形ですね。これが今回のシムの一番特徴ですね。実際振ってみるとですね、実際空気抵抗を感じてみ、なんかこう、ヘッドスピードの抜けが良くなるという、ヘッド抜けが良くなるっていう感じがあります。それと、もう一つは形ですね。ヘッドのデザインなんですけども、こうするとですね、ちょっと昔から僕らこで言う、用なし型っていうんですけども、ちょっとヘッドが、こう、斜めに、こういう風な、このヘッドの頂点がこの辺として、こう斜めになってる感じになってるんですね。こういう風なヘッドデザインが今回マックスの特徴ですね。で、この、そしたらヘッドの形にすることによっての、長所というとですね、どっちか言ったら、この形っていうのは、左に、来にくい、左に曲がりにくい、ヘッド形状をしております。まあ、M6 っていうのはね、こういう風な三角形の感じだったが、今回シムっていうのはこういう風にすることによって、イメージすると左に来にくい形ですね。しっかりこの、まあ、こういう形になってるんで、まあ、意識的なところで言うと、ちょっとね、こう左、ストレートから左に振りやすいようなイメージを僕は視覚的に与えてくれると思います。こういう風に、シムの大きくいいところで言うと、この空気抵抗のこの部分と、ヘッドのこのデザインですね。こういうちょっとね、空側に見てる感じと。で、僕はこれ個人的なところなんですけども、内角っていうところにちょっと気になってるんですね。前の M6 はですね、この内角って言って、この構えた時の、ここの角度ですね。ここの角度、内角っていうんですけども、今回、シムは56度なんですね。でも、前の M6 はなんですけども、58度なんですね。この2度の違いっていうのはどれぐらいかっていうと、アイアンで言うたら4番って違うんですね。アイアンはだいたい 0.5 ピッチに、ライ角が、例えば、5番アイアンよりも6番アイアン、6番アイアンより7番アイアン、7番アイアン、8番アイアンで、ライ角がだんだん立ってくるんです。まあ、それはね、アイアンも長さがあるんで、それにも、よるんですけども、ライ角が結局、角度がないっていうことは、逆に言うと、左に曲がりにくいってことですね。この内角がしっかりある前は、まあ、M6 は58度、今回56度ということによってですね、 M6 よりも SIM の方が若干捕まりは、逆に言えば言い方悪いと悪い、言い方を変えると左に曲がりにくいっていうやつですね。そういうふうに、今回は僕はですね、本当にこの空気抵抗とヘッドのこの形状とこの内角っていうことによって、僕自身はこの SIM の特徴じゃないかなと思っております。で、そしてもう一つなんですけどもね、もう一つこのフェースの分厚さですね。前の M6 よりもこれは分厚くなってるので、分厚くなるかっていうと、何がディープフェースになると、ディープフェースにやってくると何がいいかっていうと、強い球が打ちやすくなってきます。っていうことはですね、今回のこのシムっていうのは M6 の進化系って言いますけども、 M6 の、特徴を安定感っていうのが、このさっき言ったようにこのちょっと斜めな顔とか空気抵抗、あと、ライ角。ほんで、これはディープフェースっていうことにおいてですね、やはりどっちかというと、叩きっていう、飛びっていうところにおいては、シムはたけてくるところですね。安定感も当然大事なんですけども、やっぱりそのディープフェースっていうことと、やっぱりそういう風にフェース面がこう斜めになってくるっていうことでですね、やはりこうしっかりしたこうダウンブローに打てるイメージがつきやすいこの形になってます。だから今回のシムっていうのは飛びっていうところですね。だからどういうゴルファーの方が集めかというとですね、やはりこうしっかりスイングをされていって、やっぱりボールを飛ばしたい。またね、しっかりスイングをしていくと左に曲がるっていうことをちょっと警戒するっていうことがあるんですけども、まあ前の M6 はちょっと捕まるけども捕まりすぎるなっていうところにおいて、今回シムはですね、
捕まりを少し抑えながらもしっかりこうクラブを振っていってですね、飛距離を出したいという方にはこのシムマックスおすすめと思います。でこれねちょっと今軽くこう振ってみるんですけど、やはりですねこの空気抵抗っていうのをすごい感じるんですね。やっぱりここからこうシュッと振ってみるとですね、ここからこの以降においてこの空気抵抗ですね、これがすごく加速する感じがあってですね、振り心地がとてもいいですね。だから前はねこう困難は全然なかったんですけど、さすがにテーラーメイド飛びのテクノロジーは最先端に行ってもらって、この空気抵抗っていうのにおいてはヘッドスピードがすごい速く感じます。それとですねやはりこのさっき言ったようにこのヘッドのタイプがですね洋梨型っていう風になってるんで、イメージするとクラブをですねしっかりこうダウンスイング、クラブをためながらしっかりスイングする、この形はイメージしやすいですね。やはり前みたいにこうヘムロックのこのちょっとね丸みを帯びた形になってくると、こう低重心でヘッドをこううまく使ってこう打つというタイプがいいかもしれませんが、やはり今回の件に合うではですね、シムに対してはこの洋梨型の形、こう右斜めな感じがあるので、しっかりこのねヒールからシャフトからしっかり引っ張ってきて打つっていうタイプには、シムこのマックスおすすめです。はい、空気抵抗もね結構いいんだよ、これは飛ぶんじゃないでしょうか。ではねちょっと打ってみたいと思います。シャフトはですねいつも僕の使用している TP6X で、前回の M6 とですね比較してちょっと打ってみたいと思いますんで、ちょっとやってみたいと思いますね。ここはちょっと素振りした感じでもですね、やはり空気抵抗のやはりここを感じるんで、なんか振り心地がいいですね。なんかこうシュッと振れる感じがあるんで、やはりこの空気抵抗いいと思うんですね。ちょっと打ってみたいと思います。やはりディープベースになってるんで、ちょっと球が上がれ強い球が出て上げにくいなっていう原因ちょっとあるんですけどね、はい、ちょっとライ角の剣もあるんですけど、左に曲がりにくい感じですね。だからよくドライバーがフックの多い方とかはちょっとシムおすすめじゃないですかね。やはりそんなに左に来にくいですね。やはりこのね、やはりこのヘッドの形状もあるんで、僕自身もですね、やはりこうクラブをしっかりこう引っ張って打つっていうイメージがすごくつきやすいんで、はい、いいと思います。あとですね、やはり前のねツイートフェースもあるし、この前回言ったようにねフェース面が反発係数がすごい出てるんで、中にジェルを入れてるっていうこのテクノロジーは前の M6 と一緒ですね。やはりこうやっぱり左に切りにくいイメージがあるんで、しっかり打っていけるのと、やはり僕の個人的な意見ですけど、やっぱ前に比べてライ角っていうのが、56度 M6 に比べてちょっとフラットになってるんで、それねしっかり振っても左に来にくい形になってますね。なんかでも捕まりそうな顔雰囲気があるんですけども、しっかり振っても左に来にくい。だからよくねゴルファーの方、左曲がりが多い方とかにはこの本当にね洋梨型のこの、ヘッド形状が結構ねスイングを、ちょっとねイメージを良くしてくれると思います。まあこの斜めな感じがあるんで、ちょっとねまあカット起用ではないですけども、そのこれちょっとヒールから入れていけるようなイメージがつきやすいヘッド形状ですね。はい、で前よりもですね打感が少し硬く感じるんで、だから弾きっていう面でより一層僕自身は個人的にはありますね。これは前のこの横よりは飛んでると思いますけど、ちょっとそういうのちょっと今でもちょっと引っかけど引っかからないですね。よし、もう一回いきたいと思います。これで今でもねしっかり当たってますけども、やっぱりちょっと左には来にくいんで、やはりねおすすめとすればしっかりボールを飛ばしたいスイングをねこうしっかりダウンスイングを体を使ってスイングしながらですね、やはりボールを飛ばしていきたいっていう方ですね、また左にも曲がりにくい方なんで、こういうとクラブなんで、そういう風にねフッカーの方とかにもおすすめです。やはりこう形状的にも本当に叩けるっていう感じと、でこの空気抵抗がほんまに素早く、スイングヘッドスピードを速くしてくれるんで、飛びの
テーラーメイドいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。